こんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクミだ。お待たせいたしました。7月、ヒョクの買ってよかったもの発表会なるべく月1でやりたいんですけども、なかなか月1でできない時もございます。よろしくお願いいたします。ということで、7月ですね。7月もね、もう、たくさんのコスメいただいてるものもあれば、自分で買ったものも実は10万円以上ございまして、結構僕いろいろ買っては試して、買っては試してっていうのをやってるんですね。もう本当に顔が足りない1ヶ月の中、本気で使って良かったものを、1、2、3、4、5、6、7、7個持ってきました。プラス、7月中に買ったけど届かなかった。でも今届いてるからここで購入品紹介レビューしちゃおうのコーナーも2点ございます。それでは今日も早速やっていきましょう。7月お気に入りはこれらです。なんかはいおかしくない？レッツゴー。一つ目はこちらです。タクトジーブライトニングピーリングジェルですね。こちらマイルドなやつでして、結構マイルドだからちょっとヒリヒリするのかなと思ったんですけど、結構乾燥性敏感肌の僕でもピーリングなので少し刺激は少しだけ感じますが、でもこれやったらやっぱり肌がちゃんと角質除去できてるなー感はすごい得られます。やっぱりピーリングするとね、肌の表面の角質層なんですけれども、剥がれ落ちるべき老廃物とか一番上の薄い 0.02 ミリの皮膚がまだ残ってたりすると、皮膚がくすんで見えたりちょっとトーンが暗くなったりするんですね。それを落として少しでも内側にある明るい肌にね戻してあげるっていうのを、やっぱりピーリング週に1回から2回するとだいぶ変わりますね。僕の場合はヒゲの埋没毛があったんですよ、この辺に。これどうだろうな、男性だけかな、女性もそういうのってあるのかな、わかんないですけど、産毛とかさ結構埋没毛になったりとかすることありませんか？僕はここしか脱毛してないんですね。だからほっぺたとか脱毛してないから、そっていると、たまに埋まっちゃう時があって、埋まっちゃった時って無理やりこうピンセットで抜こうとすると皮膚傷ついちゃうから、ピーリングでターンオーバーを早くさせて、早めにそれが表に出るようにしてますね。次はですね、クリーム。まあ、サンクリームと言ってもいいのかな。この二つ一気に紹介いたします。まずはこちら。同じく、タクト G、グリーンマイルドアップサンエッセンス。これはね、僕がサンクリームの紹介の動画でお話しさせていただいたんですけど、これすごい気に入っちゃったんですよ。サンエッセンスってこともあって、めっちゃ軽いです。厚塗り感もないし、これをスキンケアの一番最後の段階に塗って、その上にプライマーもしくは下地機能付きのサンクリームをもう一回上から塗っても、もう全然重くない。マジで軽いんですよ、このエッセンスは。本当にただのなんか水分クリームかのような軽さ。これのいいところは、メイクした上でも特にメイクがよれたりすることもないです。その代わりトーンアップ効果とかは一切ないんですけども、でも純粋に日焼け止め兼肌の保湿もしつつ、本当に肌に優しい、すごい愛用してます。もうだいぶ半分ぐらい減ったのかな。でもう一つ、これ日本で売ってんのかな、わからないんですけど、僕すごい気に入ってるんですよね。ラビオッテ、日本語で何て読むのかもすらわからない。ラビオッテでいいのか、ラビオットでいいのか。コラーゲントーンアップアウラクリーム、3種の機能性化粧品でございまして、もちろん紫外線遮断、シミくすみの、まあ、トーンアップと、あとシワですね、高シワ対策、3つともね機能性成分が入ってるんですよね。でこれのいいところは本当にね、ピンクベースでブルベの人におすすめなんですけれども、ピンクよりに下地とかベース塗る人におすすめのものですね。これはで SPF は50プラス PA プラス4つですね。すごいね、肌いい感じにトーンアップしてくれるから、これめっちゃ使ってますね。あとコラーゲンが入っておりまして、すごくね保湿されてるんですよ。サンクリームトーンアップ保湿という、もうすごいね気に入ってますね。ただ高いけどね、ラビオットっていうブランド自体だから、日本でもし売ってるならもっと高い気がする。今回もはい、売ってたらリンク貼っておきます。次、先月使って良かったものこちらです。ネオゼンフォアゼロピーリングムース 100ml、4180円ですね。結構お高いなと思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、これはね、値段相応の効果があります。これはもう4000払って、でもむしろ安いなって思っちゃうぐらい僕これすごい気に入っちゃったんですけど、最近鼻の毛穴の広がりすごい気になってたんですが、これは本当に個人的な感想ですけれども、毛穴が引き締まるような感覚はあります。感覚はというのもですね、毛穴ケアと
角質ケアに効果がある特許成分が含まれておりまして、毛穴をきれいにしてめちゃめちゃツルツルにしてくれます。まあこれピーリングムースっていう名前もあって、振ってからね出すんですけれども、実際の使用方法この辺に多分一緒にもう半分で区切って出しときますね。だからこっちで喋ろう。まあ使う前にこれ必ず振ってから使ってくださいね。まあ 4,5 回ほど振っておけば十分です。一応ちょっと軽く、わー出すぎた、こんな感じでムース状でして、これをね肌の上に乗せて優しくマッサージすると、わかります、わかります、このピーリングあるある。こういう感じになるんですよ。でこれがやった後ぬるま湯で洗い流すと、すっごいねツルツルした感じになるんですよ。本当にねめっちゃ綺麗になる毛穴。なんとこれ60の毛穴ケアでトータル毛穴をケアしてくれて、もう毛穴マスターですね、もはや。だからこそ1回目の使用で効果は確実に実感できました、僕は。それではお次に使用してよかったものはこちら、サーメディックピンクビターブライトニングエッセンシャルマスク 140ml ですですね。これ実際マスクパッドが付いておりまして、60枚入ってますね。で僕今すでに使ってるんでこれ載せてますが、ベッドで付いていって、ちゃんとでピンセット置き場もございますので、ピンセットだけ取って上蓋取って、下のやつにちょっとひっくり返して一瞬置いといたりして、なんかこんな感じになっております。ピンクベースですよね。なぜピンクかというと、実はピンクビタミンが含まれているんですね。こんな感じになっておりまして、これはね出かける前、メイク前に使ったらすごい良かったです。でこれ皆さん今さやった手だからちょっとちょうどいいですね。こうやってつけると皆さん分かると思うんですけど、この密着力すごくないですか。で思ってたよりもね、ちゃんと厚みがあって、ちょっと長めに置いたとしても乾燥しないなっていうレベルの厚みもあるんですよ。でエッセンス成分として先ほど言ったようにピンクビタミンのおかげで肌のトーンケアをしながらツヤ感が本当に良かったんですよ。でこれをパックとして使うなら、肌がくすみやすい目の下からほうれい線にかけて、今ちょっとメイクしちゃってるので使うのはあれなんですけども、この目の下こっからこの辺までをこうやってフルでカバーできるんですね、こういう感じで。で、5分ぐらい置いた方がより効果はいいんですが、メイク前はね忙しい人たくさんいらっしゃると思います。もう1分置いておくだけでも、もうそのスキンケア後のサンクリームやベースメイクをした時にメイクのりがめっちゃ良かったんですよ。で心なしかねファンでもねよれにくく長持ちする気もしました。なので夜のスキンケア用でもいいんですけれども、夜用は夜用で、ね、フルのパックを使うなりして、でメイク前はこういうので、もうここ2つね2枚こうやってカバーさせて使うと、メイクアップブースターとしても超優秀でしたね。次、まあ、マスクが出たんで同じくちょっとパックを、実は僕はアビブさんからもたくさんこの種類のパックいただいておりまして、普通に愛用して使ってたんですけども、一回ちょっと離れてたんですよアビブのパック。でまあ他のいろんなさ商品テストをたくさん毎日しなきゃいけないから一回離れてたんですけど、この前ヒヨンとのコラボの時に、まあ、ヒヨンの方のなんかベストパックっていうので紹介してもらって、で久々に使って、あそうだよなアビブのパックのシートこれいいよなっていうのを再確認したっていうお話です。はい。次ラストですね、こちら。これこの前動画で出したばっかりかな、確か。クンダイマカダミアウルトラヘアセラム。まだ使い始めて、どんぐらいだろう ?1週間、いや、2週間ギリかな。2週間ギリ経ったぐらいなんですけれども、お風呂上がりにドライヤーかける前に、これをほんとワンプッシュです。ツープッシュはギットギットになる。僕の髪の量だと。だ女性はツープッシュでもいいかもしれないんですけども、男だったらこれワンプッシュで十分です。ワンプッシュやって、バーってやって、まだ濡れている髪に軽くつけて、手洗ってドライヤーするとすごいヘアがねいい感じになります。最近だから僕ツヤ感結構ね前より良くなったと思いません髪、まあ、今日はワックスつける時にこれをね半プッシュぐらい混ぜたんですけど、これすごい良かったですね、最近気に入ってます。はい、ということで7月買って良かったものお気に入り紹介7つでございました。プラス実は7月に買ったけど届いてなかったものをちょっとご紹介したいものがございまして、じゃーんじゃーん、こっちですね、メイクブラシを買ったんですよ、5本セット。なんかチャッチーくない、箱なんだこれ。いやもうダイソーの箱やんこれ。ホームページ見た時は、ホームページでその購入ページ見た時はさ、韓国の超人気ブラシ5本セットって書いてあったから買ったんですけど、届いたやつ見たら送り主は英語でチャイナーって書いてありました。
あ、なるほどっていう。まあまあ商品が良ければいいんですよ僕は。だってもうここ、こうやって開けられちゃうもん。これ、いやマジこれ大丈夫か、大丈夫かな、買って良かったものって言えるかなこれ。心配だな、ケースも何もないんかい。全部裸か、てっきりケースあると思って買ったんだけどな。あ、でもブラシは確かに細いな。一番細いやつ、細いっていうか、ま、一番左にあったちっちゃいやつ、まあでも丸い、ちょっと、あ、待って、なんかホコリ出てる、弾くと。え、これみんな見えるかな、これは出ないね。でもこれは細いから目元用使いやすそうですね、ちょっとぼかすときに。これは眉に使ったらいいのか、まあ、これ2つはねファンデーション用だと思うんですけれども、これさ、あのホコリ舞ってんの皆さんわかるかな、黒いところでやるとわかるかな、あのすごいね汚い。おい、マジかよ。マジかよ。これは、ほこりが一時的なものならいいんだけどさ。いや、だとしてもだよ。落としてから入れてくれません？触り心地は、ちょっと固めのブラシ。洗顔ブラシよりは固めですね。でも、僕はあの、フィルミリーのブラシ持ってるんですよ。オリーブヤングの。硬すぎる、これ。硬すぎる。フィルミリーのブラシ。あれと比べちゃうな。でもあれはメイク、ファンデーション用のブラシじゃないんですよね。どっちかというとあれは、あ、待って、出てこない。ワードが出てこない。シェーディング用。一応ね、ちょっと試そうと思って、はい、リキッドファンデーション持ってきました。ネーミングさんのやつね。もうちゃちゃっとやって終わりにしましょう。なんかもう嫌な予感しかせんわ。一番大きいので試す？いやー、これでいいと思うんだよな。ちょっと伸ばしの。あ、でも、つけ心地は柔らかいな。いや、待って。え、本当に？全然伸びない。ブラシを変化しろ！ダイソーのパフです。あー、使いやすいね。あ、ちなみになんですけども、実はもう一個あって、コラボの時にもね、あの、ヒヨンコラボの時もそうだし、ミニの雑誌の取材の時にも、福田さんが持ってたのかな？ミルクタッチのパックですね。ミルクタッチ、サヤンソガ、コラーゲンマスク。ほーん。まだ使ったことがないんですけども、いただいたのでちょっと使ってみようと思います。あと、これもいただきました。鏡ですね。手鏡。まずいって、まずいって、30の男がハートの手鏡はまずいって。一生結婚できない。はい、ということで、7月買ってよかったもの、お気に入りものを少しご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。何個かね、あの動画にも何回か出てきてるものとかもね、これとかこれとかね、あれば、今回新しく使用してみてすごい気に入ったものもございましたね。もしよかったらぜひ皆さん手に取ってみてください。この中でもですね、今回新しく使ったものが、3つが今回7月に入って初めて使ったのかな。あ、それで言ったらこれもだな。これとこれ以外は7月に入って初めて使用したものだったんですけれども、その中でも今回ね、使って驚いたもの、良かったという意味で驚いたものですね、それがこの2つだったかなって感じですね。こっちが、ネオゼンのポアゼロピーリングムースですね。で、こっちがサーメリックのピンクビターブライトニングエッセンシャルマスクですね。この2つはね、すごい気に入ってますね。7月結構使いましたね。パッドの方も普通にメイク前、あの撮影前とかね、すごい良かったし、ムースの方はムースの方で、まあ、スペシャルケアとして本当優秀ですね。ということで、概要欄の方に商品の購入先ページ載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。この動画が良かったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日より明日、綺麗になりましょう。以上、ハクでした。バイバイ。